ヘイロルツバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム軍に属す、町村。ヘイロルツバッハこの自治体は、ホルヒハイムの南西約6キロメートルのヒルテンバッハ、渓谷に位置する。この町は、公式には4つの集落からなる。ヘイロルツバッハ集落は、750年頃に創設された、ホルヒハイム王領に属した。1 0 7年に、ヘイロルツバッハは、 ヘリーゴールドボックとして、初めて文献に登場する。この集落は、フォルヒハイム王領に属していたが、他の新しい入植地14カ所とともに、皇帝ハインリヒ二世によって、新たに創設されたバンベルク司教に、基地として譲渡された。ツルン集落が、貴族領ツルンとして創設された。18世紀の終わりに、倒壊寸前の状態にあった城官を改築し、 バロック様式の二棟からなる上官が広い池の中に作られた。現在の所有者であるベンツェルシツルムフェーダーホーネック白ハ,ハンフリートは、その城の庭園をツルンシロ冒険パークという遊園地に改装した。ヘイロルツバッハの議会は主張を含む17議席で構成される。ズ柄、ガラ赤字と金字に左右分割。向かって左は金の獅子の頭部、口元に 金の図案化された百合の花。向かって右は黒いヤギの前半身。ありがとうございます。